ダクトバシラスメとは、乳酸菌を、主とした菌を含む、フィルミクテスモンの細菌の目の一つである。自然界で生成され、土や水、動植物にも存在する。ヨーグルトやチーズ、バター、バターミルクのような乳酸菌を含む発酵食品にも、広く使用されている。乳酸菌の分類体系は、1900年代に、グラム陽性、乳酸発酵により、ダクトバシラス属、 ペディオコッカス族、ストレプトコッカス族、ロイコノストック族の4族とされた。これに、形状、カタラーゼイン性が条件に加えられた。1980年代には、細胞壁ペプチドグリカン組成、菌体脂肪酸素性により、ストレプトコッカス族から、ラクトコッカス族とエンテイロコッカス族が独立し、ラクトバシラス族から、カルノバクテリウム族が独立した。同時期に、 DNA の GC 含量が利用されるようになり、乳酸菌はグラム陽性の低 GC 含量群に含められた。1990年代 16S な系統解析が導入された結果、乳酸菌のほとんどがラクトバシラスメに含まれることとなった。バージースマニアルオブシステマティックバクテリアラジー第2版により、ラクトバシラスメはアエロコックスかカルノバクテリウムか、 エンテイロコッカスカ、ラクトバシラスカ、ロイコのストックカ、連鎖球菌科のロックに分類された。現在受け入れられている分類法は、リストオブプロケリアティックネームズウィズスタンディングイン、ノーマンクレイッチャーの幻覚生物名リストに基づいており、系統分類は、ザオール、スピーシーズ・リビングツリープロジェクトの1 6ースな、系統解析の LTP リリース106に基づいている。 ありがとうございます。